大内森美は、室町時代前期の武将、守護大名。室町幕府昭番衆、須尾、長戸、武前守護。大内氏の第十一代当主、大内博世の子。兄に、義弘、万広氏、弟に広持、道通りなど。子に、の広、京栽培、森持など。天寿三年、永和三年、大内博世の六男として、山口に生まれる。 王英三年に、九州丹大、渋川光頼に対して、小二、佐田頼、菊池武友が反乱を起こすと、時系の万博氏と共に、九州に出陣している。王英六年、室町幕府に対して、王英の乱を起こした長兄の義弘が、幕府軍と戦って敗し、兄の命により数王の守備についていた森見は、兄の意志を継ぐべく三大将軍。 足利義満への抵抗と大内氏の家督相続を格索する。一方、兄と共に、王永の乱に参加していた、森美の弟、広持は、兄の廃止と共に幕府に降伏し、義満に侵入することでその後ろ盾てを得て、兄の後を継ごうとしたため、ここに森美と広持による後継者争いが起こった。王衛七年に、広持が、巣王、長門に下校すると敗退し、 一旦文語に引き下がる。広持は守護として国内の平定に乗り出すが、翌大英八年に広持の留守をついて反撃に出て、長下山城で広持を討ち取り、広持の後を継いだもう一人の弟、道通りをも滅ぼした上、秋、岩見に進撃して、道通を支援した国人衆も降伏させ、家徳を掌握した。さらに道通りの補佐を期待した。 大内光良も森見に降伏してしまった。足利義満は森見に対抗できるような人物を全て失い、小西、菊池氏に攻められている、九州短大、渋川光よの支援に乗り出す、必要性もあったため、やむなく、欧米11年には、家督相続を追認、巣を長年ご職を安堵している。だが、欧米10年4月28日に、巣を 長戸京都として、おさむ伐のご飯を教書を発して、追悼の対象としてきた、森見の討伐に失敗したことは吉光にとっては屈辱であり、森見も吉光の在世中には決して上落しなかった。なお、欧米十三年頃に出家して得をと申した。以後は幕名により九州の経営に尽力し、欧米十五年に文後守護職にも任命される。なお、この年、 足利義満が病死している。欧永16年、森見は上落して、在京、昭番州として惑星に参加するなど幕府に、徴用された。永三32年、九州丹大、渋川義都氏が、小二、三津貞、菊池県長らに敗れると帰国して、九州に下校し、反乱を平定。以後は、義春の重定で新たな九州丹大、渋川三津を援助して、 九州の勢力拡大に取り組み、影響元年に再度上落して、新将軍となった足利義則に敗越、筑前が幕府の御領所となると、筑前の大官に任命された。しかし、将に三つ差や大友持ち家と筑前の領友をめぐって、敵対関係となり、九州に遠征して、領主と戦ったが、影響三年に筑前国糸軍にて戦死した。 去年55、森美の死後、甥いの大内持世、持正兄弟が後継ぎ争いを起こし、持よが家督を継いでいる。なお、大友持忠だらの反乱を重く見た六大将軍、足利義則は秋など、近隣の国人に九州への出兵命令を下し、武田の武士毛、小早川時平、河野道常らが九州に向かい持ちなおらと交戦した。 もっとも、足利義則も、大内氏の力が強くなりすぎることを警戒して、大友持ち自家との和議も検討しており、これに対して森見から異議が出されている。だが、森見の突然の戦没によって、大友氏との和議の件は、うやむやとなり、問題は、時代の持ちよい降に引き継がれることになった。文人としても優れ、京都五山の僧たちと交わって、善を治め、 o a 25年から影響を3年に及ぶ宇佐神宮の造営を手掛け、交流時に供養会を開くなど文化的業績を挙げた。また、李氏朝鮮と通行して大造強を引行させ大きな利益を得ている。ありがとうございます。